はい、こんにちは、タムです。今回は常設クエストのベルトルトと潜水の巨人の自分の周回編成を紹介していきたいなと思います。編成、まずベルトルトはこちら、テセウス2のネオ2ですね。はい、こちらでワンパン狙いでやります。まあ、テセウスの友情コンボでワンパンを狙うっていう感じなんですけども、まあ、この編成が個人的にいいなと思いましたね。まあ、できれば平面照明を持っているネオかテセウスを編成してあげた方がいいかなと思います。雑魚がね結構残ることがあったんで、平面削りがあるとだいぶ楽になるかなと思います。でとりあえずストライクショットを打ちつつボスに火力を狙います。だけどこれはちょっと運ゲーに失敗しましたね。はい、まあ、飛ばされます。でワープが結構湧いてるんで、しっかりとネオのストライクショットを打ってあげてください。はい、強いですね。ベルトルトは結構ね今の環境でも地味にね難しいぐらい、じゃ結構めんどくさいぐらいのクエストなんで気をつけてくださいね。でフォンフォンを使用して運ゲーのワンパンを狙います。こちらみんなアップポジションキラー入っていないんだよね。これびっくりした。でしっかりと火力が入るとワンパンができますね。はい、ベルトルトは僕はテセウス2のネオ2で周回しようかなと思っています。はい、今度はタイバー家を見ていきましょう。まあ、潜水の巨人ですね。はい、最初は横艦を押してあげてザコを倒してあげます。はい、でその次にしっかりとまた友情コンボを出してあげます。はいはい、めっちゃ強いですねで 3P のストライクショットを打ちつつしっかりと突破してあげます。ここはね、まあ、ちょっとねこれはスキップしちゃったんであれなんですけども、はい、はい、 OK ですね。でその次に 4P でしっかりと火力を出してあげます。弾の方がねしっかりと火力が出るようですね。原作再現かな。はい、これで終わりですね。はい、はい、ということで、まあ、自分の今回の常設クエストの、まあ、周回編成の紹介でした。まあ、ヤクモとネオとテセウスが強いようなクエストでしたね。ということで動画を終わりたいと思います。バイバイ。